was gonna mention the oh, that's not bad. It's a little better. I'm still adjusting my stupid sound settings, bro. やっと戻れたね. It's not bad, it's just bugging me. うちはいろんなところを回ってたくさん見聞を広めてきたけど、金の巣も銀の巣も我が犬小屋、わら小屋には及ばないって言うじゃない。もしかしたら犬小屋で間違ってないかも。おかしい、ここに来てから痕跡を検出できなくなった。おそらく回収が原因だと思う。確かにあり得るね。測定対象の平均濃度が高くなるとシステムの識値も自動的に上昇する。そうなると識別できてた対象の痕跡も察知できなくなる。つまり一滴の水を追ってたところである池に落ちちゃったみたいなのな。厄介だね。ここは一旦飛ばしておいて町の他の出口まで移動して試してみる。いやいや、そんな面倒なことをしなくても大丈夫だよ。琥珀街はうちの縄張りって言ったらちょっと大げさかもしれないけど、普段は街での出来事となれば本当、何しろ四方を遊歴するには良いご縁をいっぱい結ばないとね。とにかくまずはみんなを連れて聞いて回ってくる。もし何も聞き出せなかったらその時はその時でヘリアの手、うん、それにしても初めて来た時は二人がいなくて、次に来た時は犬がいないなんて。ここはやっぱり早く行こう。このままぼーっと立ってたら誰かがいなくなるかもしれない。幸い彼女は命がなくなると言っていない。みんなの壺って結構変わってるね。いや、私は壺なんて持ってない。みんなついてきて。そう、Squad's not looking so good right now, yo. All off ドニグルが派手にやらかさないといいんだけど、先にあっちの方を見てみる。どこに行く。病気ですか。Then I guess you might not catch them. 薬の時間ですよね。They go too far because you can't go any faster unless you run. No, they should make them go normal speed. Just double checking what I was saying. Let's see. それも違う。すみません。ここは線歩道です。何かご用でしょうか。Give me some medicine.Wait. わかりました。Who was I was supposed to speak to this person? キュウおじさん、元気にしてた？体の方はどう？小若先生、ちょうどお探してたところだったんだ。そう簡単に死んだりなんかしないって信じてたぞ。ああ、それはもちろん。ちょっと待った！うちが死んだってどういうこと？あのうさんくさいなんたらリッカーのせいだな。先生のことをしばらく見かけてないと思ってたんだが、あいつが不測の事態にあったとかなんとか言いふらしてたんだ。なるほど、彼も随分と商売上手だね。みんなを不安にさせてうちが戻ってきて回収を再開した時には、それはさておき、キュウおじさん聞いたことある？聞いたこと？どうやらまだ手遅れじゃないみたい。最近ドニグルを見かけなかった？ドニグル？いや、昔は昔、今は今、何があったのかわからないけど、でうちはそれを処理しに行ってただけ。じゃあ今はどうなってるんだ？直接処理しに行ったんだからうまくいったよ。ただ連れて帰るときにそれほど厄介なことじゃないけど、はい、これ分野庭園七円羽。ドニグルに遭遇したらどうか
同化符に火をつければ安全になるよ。先生、このような貴重な一品を。もう一つ配って二つで一セットにした方がいいんじゃないか。それは…うん、安心して。それじゃあ九おじさん、約束。少爵、あれって使ったことあるの？名前はなんだっけ。バカ、あれが何なのかわからない。少爵、あれは花火、それとも信号弾？もちろん前者だよ。うち、ああいった生活の雰囲気のあるものが好きなんだ。花火に生活の雰囲気があるかどうかは置いといて、あの人たちがあなたの手先？うん、この方が効率的だろ。事の顛末をいちいち説明してたら、別に悪巧みなんてしてないよ。昔ならあんな花火でもいい値段をつけて売らないと気が済まなかったけどね。そうそう、旧おじさんも言ってたように、早耳ならあいつがいる。Funny thing, I did summon Yoimiya. I was going for Chevy, I did one temple and they gave me both. I was like, yeah. 私以外にもっとぴったりな人はいないの？あ、いたいた。うちを埋葬してくれた人。That's a person who buried us or just you? どうかしたの？もしかして。お化けに会ったとでも思ってる？少爵先生、ご無事だったんですね。近頃か、半日ぐらいしか経ってないはずだよね。まあ、うちは別にそれを非難するために話しかけたわけじゃない。聞いたよね、わざと驚かせてるわけじゃないけど。それは先生、ちょっとだけ二人で話したいんですけど。へえ、随分と慎重なんだね。それじゃあみんな、ちょっとだけ失礼するね。で、彼女は方法すら変えないの？それを気にする必要はないんじゃない？今まで掴んだ術の情報から見れば、それはリトストみたいな人を超えてる存在なのに、彼女は。みんな、誰か手を貸してくれる？助けて。何があったの？行ってみよう。どうしたの、そんな顔して。少爵、引っ越しの手伝いでもしてるの？いや、強盗殺人と言った方が適切かも。A robbery? Oh, maybe they did get in the fight. なに、物騒なことを言ってるの。うちがやってるのは真っ当な商売。I mean, to be fair, he was the one that asked for, like, the walk-off. ここにあるのは、彼から無理やり押し付けられたものだ。これがいい値段をつけて売るってこと？実はそういう意味じゃなくて、ほんのちょっとだけ内情を教えようと最近のことを話したの。そうしたら彼ってば、で、うちにめちゃくちゃお礼をして、最近稼いだ影をそのままくれたってわけ。あくまで誤解だよ。別に押し売りとかじゃないんだから。これも計画の一部？一見何の関係もないけど、後で伏線が回収されるって。単に腕がムズムズしたからついでにやっただけで。琥珀街では一人を除いて一番裕福なのがさっきのやつ。誰かが一押ししないとお金は回らないだろ。でも安心して、本題の夢追い人のことは忘れてないから。新しい手がかりでも掴んだの？その通り。
あいつも何の根拠もなくデマを流したわけじゃない。通路が現れたことがかなりの騒ぎになってて、琥珀街でちょっとした騒動が起こったらしい。何しろこの長い間に幸いうちは不在だったけど、町には人望の厚い先輩がいたから。先輩、術の人じゃなくて？そうだったらいいんだけどね。それならドニグロを彼に任せてもいいわけだし。でも彼は確かに今術に最も近い一般人と言えるのかも。とにかく話を聞きに行こう。どこに行く？もうちゃん。ああ、小尺先生、本当にありがとうございます。私以外にもっとぴったりな人はいないの？この人どこかで会ったような。少女君、老朽に残るのか？おじさん、その言い方はちょっと水臭いんじゃないか。通路のことで騒ぎになってたって聞いたよ。手間をかけさせちゃったね。そうなのか。てっきり後悔したのかと思った。後悔？他のことはあまり知らないが、前回通路が現れたのはあんたを自由にさせるためなんだよな。長く生きてきた奴らにとっては秘密でも何でもない。てっきり今回はあの時リトストの善意を断ったことを後悔したからだと思ったんだ。そんなことないよ。ただ単にドニグルのせいさ。どういうことかわからないんだけど、突然自分で通路を出現させて。桜花のことか？その通り。そのないな。生活に必要な分以外、影に関することなんざ。とでもあいつのことなら。少尺、何しろあいつが俺たちの味方になったのは本心に従ってそうしたのか。ドニグルは影から来た怪物だ。あんたは後悔してないようだが。おじさん、それってつまり術の一部から？さあ、はっきりとは言い切れない。でももう100年前のことなんだよ。機会を伺ってたのか。あるいは長年考え続けたことで。少尺、これだけは言っておく。俺が知っているのはほんのわずかな部分かもしれないが。でもあれはリトおじさんが自ら入念に計画したもので。ああ、確かにその通りだ。だがあんたや俺ですらそうだったんだ。あいつと一番親しかったドニグルとなれば。それはドニグル、もしかしてリトおじさんを生き返らせようと思ってる？わからん。それにリトスト自身の意思も考えると俺たちじゃおそらく。それもそうだね。じゃあおじさん、ちょっと手伝ってくれる？以前ここから借りた花火を使えばわかるから。名を馳せた明かりの研究成果が今は確かにあれに他の使い道はないかもしれないな。うん、ありがとね。ああ、そういやどこまで調べてるのかわからないが、今日の騒ぎはどうも通路によるものとは思えない。何者かが七釘を一本ずつ抜いている。直に見てみようと思っていたが、考えたところ本当にドニグルの仕業なら俺みたいな一般人は釘に近寄らない方がいいかもしれない。それは道理であっちの釘を元に戻さなかったんだ。わかった、すぐに見に行ってみる。ありがとね。落ち着いたらいいものをご馳走するから。遠慮しとくよ。あんた毎回おごるっていう割には会計するときにいつもいなくなるからな。ま、いやあ、時間も時間だし先に失礼するね。おじさん、また後で。はあ、
厄介になってきた。ドニグルはちょっと我慢できなくて外へ遊びに行ったのかと思ってたけど、さっきのおじさんなんか小尺より専門家っぽいけどその言い方も間違ってないような。それでようやく何かに気づいたみたいだけど、ちょっと整理するね。どうか。nails, right? そうそう、うちが言わなくたって、他の術の面々とは違って、リトストおじさんはもう100年以上前に亡くなってるの。それも彼が自ら選んで一人で死を迎えた。もともとあれはリトおじさんの唯一の願いで、みんなも理解してた。うん、多少は理解できてたんだ。でもあの日ドニグルは姿を見せなかったの。しかも最後にリトおじさんに会うこともなかった。翌日になるとそれが全くなかったかのように振る舞い始めて、主だったリトおじさんのことを全然口にしなかったの。跡形もなく消え去るっていう、彼の生前の願いを叶えようとしたのかどうかはわからないけど。それについてだけど、あのおじさんの話は正しいと思う。認め尊重できたとしても本当の意味で受け入れられるとは限らない。そうだよね。100年経ってあれこれ考えてるうちに悲しくなってきたのかもしれない。でもそれが目的ならどうして桜花に目をつけたの？むしろ逆だったりして、桜花で何かを見かけて主を蘇らせようとしたとか。あ、そうだ、加工場さんはどう思う？話す前にまずは一つはっきりとさせておきたい。ドニグルの目的についてはあなたたちと同じように、しかし私たちと同じく七釘を抜く者が確かに存在しているのなら、おそらく奴しかいないだろう。実際すでに眠りについた術たちを除いてそのようなことができるのは私。じゃあ釘を全て抜いたらどんなことが起きるの？ああ、大したことではない。罹患の術相が世に戻ってくる。術に制され、火や電気のように刺激されていた影も、その暁には老朽はたちまち滅びるだろう。そしてそこから溢れ出たものは世界の泡を30から50個程度征服できるだろう。ただそれだけの話だ。ずいぶんと危なっかしいものを抱えてる割には対応があまりにもおろそかすぎない？ああ、大げさすぎるって。何しろ術たちは眠ってるけど、リトおじさん以外は全員生きてるんだから。それに世界を縫い付けてる七星月が全部抜かれたところで、しばらくの間はどうってことない。確かにたちまち滅びるという話はただその場違いなユーモアはさすがに理解できない。まあまあ、その件は一旦置いとこう。ドニグルでもあの頑丈な釘を抜くには多分手間がかかるだろう。その中にはあいつじゃ絶対に抜けない釘があるから。She's following us now. All right. So, I'm gonna sign up here, and then, I mean, it depends on when I upload, like when you guys will see this, but I'll probably be back later today, maybe tomorrow. So, I'll see y'all then.